お疲れちゃんスラットです。今日はですね、こちらの最新京介ロイジェデッキやっていきます。というわけで、まあ、ザ・ピーがねいなくなっちゃいましたよと、体育がハンターだけですよと、まあ、いうキョロイが今いるので、まあ、これをやっていこうと思います。で、まあ、全然ちょっとまた話変わるんですけど、アップデがなんかね内容が発表されて、僕は記事から見れるんですけども、なんかすごいすごい変わるみたいですよ今回。そう、超大型のアップデートってことで、まあチャンピオンが出るだとか新カードが出るだとか、まあなんかこのなんだこのマジですごいですよ。変わりすぎて、まあなんかあんま説明できないんですけど、まあ来てからまた動画あげようかなと思うんですけどね。新カードとかこういうね、キングレベルの扱いが変わりますよみたいな、アリーナいっぱい増えますよみたいな、まあことがあるらしいんですけど、まあそんな説明せず、はい、普通にキョロイやっていきます。はい、とまあやっていくんすけど、まあせっかくならね新カードが2枚出るので、ちょっとそれについて触れるか。なんかそのチャンピオンの文句っていう名前もまたこうなんかすごいんですけど文句ちゃんね、鳥ね。そう、なんかスキルがなんかバリアを張れるらしいですよ。ロケットも跳ね返すみたいなのをちょっと書いてたので、お前ロケット無効にできんのと思いながら、強すぎるくらいですかっていう思いが、まあ、僕そこしかまだ見てないんで他のこと何も知らないんですけど、バチクリ強いじゃんっていう意見です。まあちょっとね、まあ、分かんないんですけど、やっぱクラロワってぶっ壊れがまあ定期的に出るんですけど、まあゲーム終わっちゃうぐらいのぶっ壊れはまだ今とか出てはないんで、まあそればっかやんぐらいはあるんですけどね。どんなことなんかちょっと楽しみ。いってらっしゃい。早くちょっと触りたいですね、新カード。よいしょ。さあ、これ、いい食べ物、いいよ。いいよ。これ、最近のね、新しいリガっぽいっすね。なので、ASP になってる。これ、テンペラ ISP なんですけど、防衛苦手な方はね、ちょっと、LSP にしちゃうっすよね、と思いながら、積極的に攻めていきますか。さあ、ここで、あちくい大砲ロイ。ロイじゃない、アチクイ大砲を、もうディガっぽいですね。ポイズン。ディガっぽい。いやー、一発でかい。さあ、相手ディガっぽいなんで、一生俺がディガ拾えば、え？クロス。クロスです。よいしょ。よいしょ。頑張ってくれ。気をつけ。頑張れ。クロスです。はい。全然嘘つきました。最近の、なんかもう、デッキわかんねえな、もう。一平あるし、クロスも当たり前に大砲だし、みたいな。さあ、で、ロキ削りされるかも、嫌だな、みたいな感じ。うん。いや、マジで、強すぎるっすからね。うわ、えぐい。さあ、来たっすね、ロキ削り。さあ、この結露でちょっと流れ変えたいっすね。これ痛い。いやー、着衣か。あー、着衣か。やべえ。まあ京介で守れるとして、いやマジでやばいっすね。マジ圧着衣最強すぎるっすよね。つけ頑張れ、一発。いやー、一発でかいよマジで。さあ、もうこれを繰り返すしかないっすよね僕は。と守れるかな、ワンチャンロケとか来てもおかしくなさそう。
うわ、新しい防衛クロスパターン来たんですね。あれでも美味しいよな。いや回るんだろうな大砲が。お、もうでかいでかいでかい、マジでかい。いやいいそれ。いやでもこのデッキの強みはね、結局回転が早いっすね。スタイブレックロケ2週間回転が早いので、なんかこういうやっぱ大砲突破とかきついけど、さあこのケツロイから組み立てて、まあ、あとゴーストいて巨石いてみたいな、そこ求めないといけないし、ロイジェイ求めないといけないしっていうので、なんかねこれ今までの多分ザッピー型のケロイだと絶対勝てないんですよこんなん。そうだけどザッピーじゃなくてゴーストになってることによってこれがねまた通るってやつですね。なんか新カードもう1枚どんなだったっけ、文句がさロケットも跳ね返す。で、フェニックスですね。ウルトラレアの飛行ユニット。一回やられて卵になって、卵が壊れたらね、復活するっていう。なんかこれまたすごいっすね。なんか新しい要素がめちゃくちゃ増えてんな。ね。なんかレイジスピリットみたいな、そういう新しいスピリットとか、なんか似たようなね、こう出るんかと思いきや、もう全然違う新たな能力を持ったね、カードがすごい出てるんで。これまた結構変わりそうっすね。死んだらもう一回復活する、もうゾンビみたいなもんすよ、いわゆる。でしかもでも空飛んでるんで結構厄介じゃないですか。まあ楽しみだな、ね、やっぱバランス調整来ると結局なんだかんだなやっちゃうかな、もうおもろすぎて無限に。さあバル姉ちゃん進化、あー同じような、同じような、これ大砲ねえし、つって生きてえよな。あ、これ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 、え？これじゃん、さっきまで。さっきまでと言ってた。っていうか、さっき言ってた。新しいディガっぽい、じゃないこれ。あー、いや、回転が早いな。当たり目に。当たり目に回るな、大砲。いや、待てよ。クロスか？ちょっと待って、ちょっと待って、いやクロスの可能性全然あります。なんならクロスの方が濃いっすねこれ。もう全然ディガポイじゃない、ディガポイなんすよ、あるんすよ。でもクロスだなこれ。いやマジで今日クロスとすんだ。なんかクロスってさ相手にするの疲れるっすよね、なんかマジで大変じゃないですか。もうダメージ取るか分かんねえし、もう。大砲嫌だな、マジ。いやー、大変っすね、これ。もう相手だって、俺は何のデッキでしょうみたいな感じ出してますけども、最後守って、最後の最後ロケットだ、打って終わりみたいな。最後ロケで逃げ切ろうとしてるだけですからね、これもう完全。いやー、お願い。2倍タイム入るからロール間に合います。これ2倍タイムじゃなかったら血強は危ないかったんですね。まあハンターぐらい出して、いやーいいっすね、ハンターゴーストあたりが暴れてくれると。届かねえのか。さあ無理せず、たまたま巨助でも通ってくんねえか。まあ相手はロキ削りをしたいと思うんですよ。もうもうやだよ疲れる、これ最後一発ロケットで負けるってやつ、マジでやだよね、そんなの。行ってみる、行った。あんま動作をおすすめしないが。
いや、やばいっすね、これマジ。マジで。マジなんか、え？ほんと待って、マジで、ケンチクロイヤルされる。大砲と、いや、なんか防衛、ちょっとやべえな。いや、これロケ来るっすね、マジで。来ない？ここか？見に来ないね、ウッドで削ってるもんね、今の。うん、ロケ防衛もやっす。いやー、逆だったかこれ。俺も何やってんやマジ、意味わかんないっす。やべえ、脳いかれそう。この試合おー、マジでこれ勝てないっす。マジでさっき通ったんですけどね、マジでやばい。マジで放送事故。マジでやばい、マジで。なんでクロス使ったの、マジで。マジで嫌い、ほんとに嫌い、マジで。クロス使ってる人マジだな、嫌い。あんまもうあんまユニークのマジで好きじゃない。本当になくなってくれないかな。今回のバランス調整でもう間違えちゃったっつってミスですっつってなくなってくれないかな。新カード2枚出るし、2枚出るならいいよもう。はい、ってことでやばいですマジで。まあ防衛がうまい、まあ、防衛がうまい、うまいのもあるかもですけどね、もう本当に。めちゃくちゃ強いな、マジで。クロスか。さあ、まあクロス使いの方はね、ああやって勝つんすよ。攻めクロスなんかも、しないしとったっけ、しとったかどうかも覚えてんね。しとったら。まあしとったけどみたいな。飾りだからな。まあ、奇跡的になんか2連同じようなデッキでしたね。しかも1戦目勝ったんやけどな、なんかたまたまか、たまたまでしかないよね。もう通る気配なかったな。さあ暁さん、お願いします。文句使いたいな。もう卵落としドリと、うん。さあやりごぶムート、まあ悪劇っぽいっすね。迫撃ディガーの顔をしてる。ムートギャングやりごぶ、縦線じゃないのは結構いいっすね。ガゴムレツエゴースト目覚ませ。うわめっちゃ優秀。まあ溶かされてるんですけどね。まあなんか結構いい。反撃間に合わん。あー間に合ってるっすね。なんか押されてメリットなってるっすね。まあまあ。うん。なんかおしゃれなディガーっすね。さあ、迫撃ディガーか。これもな。結局、ゴーストとこう、キョスケ等でごちゃごちゃでロイジャイ入ってくれるわ、ラッキーみたいな。やっぱそんな勝ち方が多い気がするね。さあ、まあ、ガゴムレにファイボ。あとは守るかな。なんか守る。結構守りたい。ゴースト、キョスケ、スケルトン。マジ、陸受けすごいっすね。LSP でええんやねんかって思うんですけどね。スケ。最近はこの方なんですよね。お、やべ。まあ、オルシー行ってみるか。
いやー、でかいでかいでかい、マジで。まあ、こういう感じっすよね、マジ。でも結構使いやすいですね。ザッピーないんですけど、その分陸がいっぱいあるんで、こいつらにちょっと頼むわ。で、あー、いいガゴムレだな。でも爆破でなんか行かれそうじゃない？あれ。なんでファイボーせっかくなら温存。いや、ゴーストが暴れてる。なんか来る？おー、本当に来た。これやばいっすね、なんかマジでファイボー2周諦めたっすね。よいしょ。さあ、とまあ刺さるとね、てか本当に多分結構強いんですよ今上で。本当に本当の上のマジ一桁あたりで使われてるんで。そうっす、まだ対策デッキとかも多分生まれてないので、最近多かったマザネクのロイジェイだとか、まあなんだろうね、まあそういう系か、まあザッピーとか、その辺が最近強いんでね、ほんと。まああとギャングにも強いですね。環境流行ってるギャングをボコボコにする用の高回転イットゴーストっていうかな。まあインドラがね、インドラコウモリあたりがちょっとめんどくさいですね。レスピないのと、対空ハンターなんで、まあハンターファイボと、キョスケの爆破と、結露からの2周目ロイで、その辺を取ったって感じかな。さあ、クロスボウ以外で。クロス来なければなんとかはなるぞ。あー、マジで。初手芸強すぎ。これ、ロイ、行ってみよう。いいぜじゃなかったら嬉しいなーと思いながら。いいぜ。あ、でもこれ、あれ？え、でも終わったくね、これ。終わりました、はい。まあ、初手芸には初手芸をっつうので、バカ入ってます。お前が悪いだろ、そら。お前が悪いだろ、絶対。お前が悪いだろ。ちょっと待って。え？何だ、こいつ。ふん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 。さあ。いやー、さすがに。いやー、いい位置逃れるやん、でも。さあ、インフェとかも、リセットがないんすけど、まあ、今みたいなね、ゴーストが竹取るだとか、こうなんかぐっちゃんぐっちゃになってくれるんで、まあ、それが強いっすね、この、ほい。トリトン、ゴースト、ロイとかは。さあ、まあ、ずっと使っていくか。一応ハンターで完封できるですからね、これ。あれ？いや、できるんですけど、何が悪いのかわかんないですよね。さあ、まあ一応、なんか絶妙なのが噛み合ってない感あるけど、行ってみるだけ行ってみる。結構攻めてるので、相手も。インフェ、置きにくそうだな。なんか全部頑張って、もう全員がこれ。頑張りましたね。諦めるかな。うん。さあ、マジで。え、ちょ、待って待って、なんか、マジ、端前に構えてたらさ、相手の奥まで出せれるようになっちゃったから。さあ、まあ、イーブンとかにもこうやって勝てるのはでかいな。よいしょ。さあ、美味しい。気分がいいの。煽られてんのに気分がいいなんてことある？もう気分がいいの。マジで気分がいいの。もうええやん、ええやん、もう。マジでやべえな。バカおもろいやつやん。マジで動画出てくれてありがとうって感じやな、マジ。さあ、お次はどんなプレイヤーでしょうか。削り削り削り。まあ相手が施設持ちだったら
基本的にやっぱ結露しなきゃ通んないですけど、まあ、ゴーストとかハンターとか残ってたら、まあ、まあロイつければいいかぐらい。まあ京介の後ろにとりあえずロイ出しても強いんですけどね、こういう大型っぽい相手とかだったら。脳筋すぎマジで。あーでも京介の爆破でムート当たってくれたらあれでかいな。ウッドで壊れるっすよね。そしたらウッドで壊れるか、あれあれは壊れる、壊れないよね多分。自陣打っただけでいけたかな、怪しいな。さあこれちょっと形が特殊なゴレですね。ライドラムートみたいな多分。こんにちは。ああ帰っちゃったあの子。なんかおしゃれな攻めが来た。やめてやめて、ゴーストこれ竹取れん。あ持ってねえけど出すか。いや絶対いらんかったなこれ。いやいいかマジで優柔不断すぎて。いやーいやでかいなこれ。さあキョスケでマジロイジャイつけるだけみたいなとこある。一旦つけてみる、まず一旦つけて、マジで考えよう。ファイブって打ったらな、マジ。あの、ムート壊れちまうんでね。よくないっすよ。さあ、で、トレーも使ったんで、この次のロイ最強っすね。え？そんなことしてる場合か？この虫みたいな。よいしょ。あー、ライドラか。ライドラ、ちょっとめんどくさいけど、行かないよりは行っといた方がいいやろっていう。これやべえか、ちょっと待って、なんかぎゅうぎゅうすぎてやばい。ゴーストごめんね。いやでも結構いい防衛されるっすね。まあ、無限に攻めてを止めないことが大事かな。マジ多分一生こうなるっすよね。一生こうなると気づいたら、気づいたら何かが、気づいたら何かが通るんでしょうね。気づいたら、ああもうロイ J 出す前からもう相手きつそうですね。さあというわけでマジでこのデッキのザ強み、ゴーストキョスケがただただ高回転に強いっていう。というわけで皆さんもぜひこちらやってみてください。よくればちゃんと動画もお願いします。ではおっちゃんでーす。